松山市北条地区の山あいにある広大な畑。これは唐辛子の収穫してます。そのキムチをちょっと試作でもちょっとずつ作ってみようかなと思ってて。村上直樹さん、県内3カ所で大規模農場を運営する店舗印の代表を務めています。20ヘクタールあるこちらの畑では、他にもトマトなどおよそ20種類の農作物を生産していますが、あるこだわりがあるんです。それは有機栽培。化学的に合成された肥料や農薬を使わないなど、環境への負荷をできる限り抑えた栽培方法です。一方で病害虫を防ぐのが難しく、生産量が安定しにくいのが難点です。ここ1週間ずっと雨降っててまして、やっぱり木の上で腐ってたなっていうのは印象としてありますね。天候の関係でひどい時に半分捨てたりもしてたことあったんで、まあ、それはもうどうしてももったいないなというか。食べられるのに廃棄してしまう野菜をなんとか活用できないか、そんな発想から生まれた商品があるといいます。その商品を作っているのがこちらの加工場です。収穫された野菜がその日のうちに運び込まれます。多少傷ついてるもの、これがついてるからってこのトマトが全てダメになるわけじゃないというか、だからそれにとってはまあ問題ないというか、これもちろん、成果ではもう弾かれちゃうので、一つ一つ丁寧に水洗いし殺菌。スライスしたトマトを丸一日乾燥機にかけると完成です。乾燥加工することで年間として供給できるっていうのは、まあ、大きなメリットかなと。成果として出荷するとその保存期間は短いですが、乾燥させた野菜や果物は半年ほど持つといいます。店舗印の乾燥食品は現在14種類あり、関東などの都市部を中心に販路を広げています。この乾燥加工に乗り出したことで、かつて生産量のおよそ 20% に上っていた農作物の廃棄量は数パーセント程度に抑えられているそうです。食品ロスの削減は SDGs の12番、作る責任、使う責任にも結びつきますね。ところで店舗印では14人の従業員が働いていますが、全員が20代から30代。技能実習生を除けば全員が県外からの移住者です。出身東京です。最初はこっちの方言が全然聞き取れなくて苦労しました。田舎で暮らしたいなって、本当に興味本位で農業してみたいなと思って。実は代表の村上さん自身も出身は石川県。15年前に愛媛に移住してきました。グループ会社であるむちゃちゃ園の研修制度を利用して農業に携わったことで、地方での暮らしに強く惹かれたといいます。しかし移住者がゼロから農業を始めるにはハードルが高いことも痛感したそうです。田舎に来て農業したいっていう人たちにとっても、知識も経験も、まあ、技術も、で家も倉庫も、まあ、何もない状態から農業するってとてもハードルが高いと思うんですけれども、まあ、就職っていう形の収納っていう形があってもいいかなと。自営農業を主な仕事とする人の数は県内でおよそ2万8千人と、ここ30年で半数以下に。全国では新たに農業経営を始めた人の8割近くが、農業所得だけでは生計が成り立たないというアンケート結果もあります。こうした中、地方で農業に挑戦する人の受け皿として寮の提供や研修制度の創設など、環境の整備にも力を注いでいます。自分しか移住者がいなかったらちょっと来づらかったかなっていうのはある。何年も前からそういう人たちがいたっていうのは入りやすいきっかけになると思うので、移住者の受け皿確保や就農支援は SDGs の8番、
働きがいも経済成長もという目標にも結びつきます。自分らも豊かに、社会も豊かに、地域も豊かに、まあ、そういったベースというかコンセプトを持って仕事が続けていけるのはいいかなというか。持続可能な農業の形を模索する若き農家たちの挑戦。新たな人と人とのつながりを生み出すことも豊かな未来を導く一歩となりそうです。